さあ今回もムソロッツアルティメットやっていきたいと思います。さあ今回は小田原城の戦い改編後、宮本武蔵が死なない未来ですね。前回東高救出戦で援軍が行くように、救出してきたので、この小田原城の戦い改編後では宮本武蔵のことに元に援軍が現れるので、それによって死ななくなるというものですかね。道光の包囲を破ったことで援軍は無事小田原城に向かった。援軍さえ届けば天下無双の剣が容易に破れることはない。今度こそ宮本武蔵を救えるはずである。道光から報告が来たわよ。無事に援軍が出発したって。援軍さえ間に合えば武蔵さんならきっと切り抜けられるはず。行きましょう。カイン、新しい未来を始めるのよ。さあキャラクターはそうだね。前回島津義弘がいたけど、その代わりに竹中半兵衛が入ったくらいかな。隊長は成田宇治長。なぜ成田宇治長なんだろうか。北条家の重臣、まあ、元はそうだね、山の内上杉家の家臣。兵は軌道なりってね。親方様に託された小田原城、必ずや守り通す。私がここにいるから。お父様が城を守ってることになったのね。安心してる場合じゃないわ。はい、早く助けに行かないと。さっきの伏兵だ。まだ諦めないなんて軽なんでね。そういう人見るといじめたくなっちゃう。いかん、このままでは前線が危うい。急ぎ救援に向かわねば。あいつ動くんだな。こっちはそろそろ限界かな。まだまだ。天下無双の剣をなめるなよ。援軍が必ず来るさ。その戦ぶり手本といたします。これでどう。骨ごと噛み砕いてこう。素晴らしい金庫活躍。一応急いだ方がいいのかな。まあゆっくり行こうか。おっと、着いた。お待ちしてました。まずとどめき倒して中に行かないとな。敵によってやられそう。しまった、脱出すべきではなかったか。さあ中に入れてもらおうか。こっからは回避でいきましょう。助けに来たわ。おお、いいところに来てくれた。おっと危ない。拝見いたしました。これでどう。なぜそっちがやられるんだ。これでどう。あれ、え、ハンペイさん。痛い。あっちを放っておくとまずいかな。残念だけど武蔵さんとはお別れね。さあ援軍よ、早く現れろ。やられてしまうぞ。援軍は、そう援軍、援軍は、あ、来るね、これ来るね。武蔵さんを助けてみせる、絶対。え、はい、注目。お城は私がもらっちゃいました。いかん、急ぎ天守を奪還するぞ。お父様、ダキは天守に兵を隠してるわ、気をつけて。なぜお前がそんなことを知っているんだ。乙女の秘密です。よくわからんが気をつけ。まあ一応言うと成田海という名前です。でかい姫です。おお、待ってたぜ。こっから一気に巻き返す。大丈夫あれ、一応向かった方がいいんじゃない。うるさい。
ここは急いでるんでしょうがない。本当に過去が変わったんだ。あれ、はいはい、おかしいな。どこで足止めしてたはずなのに、誰が邪魔してくれちゃったわけ。お気味良い戦ぶりよ。勝てそうだね普通に。こっちまでしんみりしちまうぜ。鬱陶しいな。激怒。おお、藤永を直接やりに行くのか。まずいな。今回も奥義にスピードの上がる奥義がない。お気味良い戦ぶりよ。あれ出てくんだろ。だって待ってよ。素晴らしい活躍。あ、野球との援軍ですもんね。援軍が来なかったらと思うと肝が冷えるぜ。そっちの目内見ます。追い助けを求めてきたな。俺も人に生かされてるんだよな。いいこと言うな。この小田原城はカイ殿の愛しき風景。やすやすと妖魔の手には渡せぬ。敵は舐めないで。執着至極に存ずる。何でもしたいな。この人なら上がるか。皆さんダッキーを無視して棒立ちですか。困りましたね。仕方ないな。遊んであげる。私たちのお城も夜盛りに壊されたの。だからこれは復讐戦だよ。それなりに楽しめたし、帰ろっと。オッケー。敵将右上気になるよね。誰かな。うん、何人いる。味方一人、敵は一人か。まあいいんじゃねえ。どうでも。天使は取り返せたか。皆の者、怒る敵を駆逐するのだ。貴様はいよいよ地獄の様相よ。鬼の居場所にふさわしかろう。いいだろう。出るぞ。治った未来とかにしてほしいな。まあそこはしょうがないか。これで敵も慌てましょう。はい、どいて。この調子で突き進め。島津だよ。いい感じで飛ばしてんな。清盛に付き手分けしたのがいい。手札の強さを退屈しておったところに主との戦を楽しませても、王者がいる限りお主らに勝ち目はない。戦も博打も不利な方が面白い。いてチェンジというか全員出そう。バランス結構活躍。清盛の奥義強いからね、ちょっと気をつけていきたいな。できる限り無抵抗で倒したいね。体力に問題があるな。ちょっとここは誰がいい。孫昌峰がいいか。負けておれん。我が軍も続くぞ。残っちゃう。いい喧嘩だったぜ。敵将打ち取った。ここはよし、こっから突っ込もう。貴殿らの登場は予定
されておらん。あれ当たった今。早々に退場を願おう。やばい、いない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 。これで決まり。そうか、出てこないか。まずったな。結局当たる。流れて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 。任せて。これでどう？よし。我が輩としたことが対局を見誤ったか。敵将討ち取った。親方様、小田原城は守り抜きましたぞ。よっしゃ、武蔵さんも小田原城も守り切ったわ。やったわ、私たち過去を変えたのよ。やった、私たちの勝ちね。やったね。俺、助けられたってことなんだよな。理屈はよく飲み込めてねえんだけどよ。ありがとよ。天下無双の剣、お前たちに貸すぜ。よし、いいね。今回半兵衛喋ってなくね。そう、あの水晶にいるくせに喋んないやつ気になるんだよな。多分どっかで会話があったんだろうな。誰とだろう。テイホー殿、テイホー殿かな。テイホーいた？いたよね。もしくは、いや、テイホーくらいか。キャラクター変えて接触すると起きるんだけど。じゃ、半兵衛、そうだ、わかんなかったな。ヨシヒロの可能性もあったね、でも。次回は、じゃあ、そうだね、牛刀山行こうか。姉川潜入戦行ってみる、これ。サジ、弁慶、竜、ハヤブサなんで、ちょっとレベルが心配だと思うんだけれど。どうだろう、ちょっとサジでしょ、参ろうか。弁慶でしょ、どけどけ。で、竜ハヤブサでしょ。弁慶様のお通りだぜ。全部他なんだよ。竜ハヤブサは強いから、まあ現状問題ないんだよ。強くないな、全然。全員問題か。じゃあ武器を強化してあげればあんまレベル関係ないとかもあるんでね。さあ、ではまた次回お会いしましょう。